花芽が出やすくするには6度から7度の低温で20日前後必要です。体感温度は5度から6度ですが、室内の持ち込みをギリギリまで待ったため遅れてしまいました。花芽になるはずが葉芽になってしまい、株が弱って高芽が出てきました。高芽を植え付けて株を増やすようにしました。高芽を簡単に外すには根元をしっかりつかみ2、3回回しながら外すと取れます。親株から外した高芽です。根の長さは6センチぐらいから短めのものまで様々な長さです。親株から外した高芽は植え付け前に根を水につけて湿らせておくと、植え付け時に根が折れにくくなります。4種類の用土を使用しました。素焼き鉢には水苔を、プラスチック鉢には観葉植物の土2種類と軽石を混ぜ合わせて用いました。軽石はそれぞれの鉢の底2センチぐらいに敷き、水はけを良くしました。水苔で小玉を作り、根を水苔で包み抱かせるように巻きます。根の周りも水苔で丁重に巻きます。素焼き鉢に芽を植え込みます。植え込みが終わったら、さらに棒などを使いきつめに押し込んでいきます。そうすることで鉢の中が安定します。水苔は一旦乾くと水を弾く性質があるので、水苔を手で触り湿り具合を確認しながら必要に応じて水を与えていきます。水苔の方法と同様に観葉植物の土で小玉を作り植え付けます。根を土で押さえ、さらに根の周りも押さえ込んでいきます。植え終わったら灌水をします。植え付け後10日前後は直射日光を避けて明るい日陰に置きます。その後は半日陰に移動して管理していきます。観葉植物の土も水苔と同様に乾燥すると水を弾くので、触って乾燥具合を確認しながら管理します。鉢の環境を最良にしながら高芽を生育させます。